よし、今は夏の山に挑戦中ですね。ここサマーグレード。じゃあ今回も匠のリフォームでレジャー施設を生き返らせてやりましょう。で、最初はプライドロック3500ドル未満。こっからここまでリフトをつなげばいいのね。割と考えやすそうだけどな、今回は。この崖を越えればいいだけでしょ。もう、ここなんてさ、丸太を上に張るだけでもなんか良さそうじゃない？これロープで支えればとりあえず、使えるんだもんな。で、車輪つけて、こうすれば、うん。なんかもうこれだけでもいけちゃうんじゃないかレベルだけど。ただそうだな、メダルがここにあるから、低い場所にあるから。メダルを取らせるためには、例えば、こうして、ワイヤーをこの車輪の下を通らせなきゃいけないと。これどうだろう？試しに動かしてみよう。壊れるかな？なんか意外といけてないね。さすがにこれ強度足んなかったか。かといってな、土台増やせないからね、今回は。今ある土台だけでどうにかしなきゃいけないから。こうすれば負荷減るかな。うん、こうやって車輪を増やして負荷を分散させれば壊れないかもしれないし、壊れるかもしれない。弱気。やってみよう。まあ、メダルは取れるね。この最初の車輪の位置は完璧だったね。これもういけんじゃないの？おいおい、今回早いぜ。前回もう1個目のステージで苦労したもんな。ああ、死ぬんだ、ここ。最後んとこ見てなかった。もう次々死んでく。トラップにかかってく。いや、あのさ、この危険ですの標識、ここに置いても何の意味もないでしょ。ここに置け。崖の下で注意喚起しても意味ねえ。ここに置かなきゃ。あ、そっか、使えるものの中にジャンプ台あんの、そういうことか。ここで飛ばせろってことね。飛ばせるっていうか、もう橋にしちゃえばいいのか。ああ、つなげられるもんね。これであとは土台をいい感じにすればいいわけだけど。ああ、この標識横切れないんだ。邪魔だな。なるほど、三角形を作りづらいね、ここで。ああ、難しい。めんどくせえ。うーん、これ無理か。あ、どうにかつなげたけど、これじゃダメだよな。あ、でもな、ジャンプしたりするわけじゃないから、自転車が普通に通れればいいんだから、これでも結構いけちゃうんじゃないかな。とりあえずリフトは全く問題ないね。メダルも取れるし。いや、腕上げたな、実際。壊れんだよ。普通に通るぐらいできるよな。よかったー。すっげー騙されたもん。よし、順調順調。あ、間違えて再試行にしちゃった。次のレベル行きたいのに。はい、無意識にこっちの再試行を押しちゃうのは負け癖が出てるよね。失敗に慣れすぎてるよね。大丈夫か？死んでるけど。はい、次。まずは土台。わ、結構金使わせるね。7000ドル未満でクリアしないとメダル全部取れない。うわ、なっげえな、コース。ここから、ここまで、リフトをつなぐ。今度はリフトまでで大丈夫だよな。なるほどね。木とか岩山がいっぱい立ってて、しかもまずここのメダル取らなきゃいけない。ここがまず結構高いな、このメダル。土台は無限に使えるのかな？じゃあ、まずはここの岩山を使っちゃおう。ここに
土台を作る。で、あえてちょっとね、二つの土台を外に広げる感じにしよう。なんか経験上この方が安定するんだよね。丸太でいいかな。いや、例えばこういうシンプルな板とか丸太2本だけのタワーを作る場合、この左右の幅が広い方が安定するんだよね。経験上ね。これがなんかこう、狭いと、幅が狭いと、なんか負荷が一箇所にかかりやすくなるというか、あ、戻せなくなっちゃった。どうしよう。これでいいか。うん。なので、一個目は、これでいく。これね。で、こういう軌道で行かなきゃいけないわけだけど、二つ目のタワーどうしようかな。またここの岩山利用するか。ちょっとでも高い場所に土台を作って、安定させる。難しいかな。またなんか、こういう感じにしちゃうとか。これ安定するかな。ちょっと怪しいな。自分やってみないとわかんねえかな。まあこういう基本的な形で、これじゃまだ足んないよな。これなら、この高さならいけるか？メダル。ワイヤーちょっとたわむからな。これでも届くかちょっと怪しいぜ。予算の関係もあるしね。じゃあ、なるべくここ直線にした方が、うん、負荷がかかりにくい気がする。うわ、壊れそう！壊れそう！そもそもこの土台、ちょっともう不安あるしね、未だに。まあいいや。で、あ、でもなんか岩山が点在してんのは、そういうヒントだったりする？ここに置くといいよっていう。なんかここにも置くと良さそうだな。ちょっと待って。なるべく幅を取らせよう、ここも。うん。幅取らせた方が安定する。間違えた。丸だね。やっべ、もう予算カツカツだわ。7000ドルいっちゃいそう。あー、結構ギリだな。あれ？ここ意味なくね？意味なくねえか？あれ？ここ間違いか？いや、まあ、そもそもこれが間違ってる可能性あんだよね。ちょっと、試しに回してみよう。三つ目のタワー、何の意味も、ない状態だ。あー！やっぱ二つ目か、そうだよな、ここだよな。壊れるとしたら。いや、じゃあもうさ、ここの三つ目のタワー全部取り壊しちゃって、残りの予算を全部、なんでここに車輪？あれ、なんかこれ消せないんだけど。なんでこれ消せないの？あ、よし。残りの予算は全部このタワーを強化するために使う。だ、土台をもう一個この辺に置いてさ、丸太をね、こういう感じにすれば、ここにかかってた負荷が、ちょっと逃げるんじゃないの？うん。だいぶ負荷を逃がすことには成功してるはず。今んとこ緑だね。メダルもちゃんと取れるし、いけてんじゃないこれ。で、こっから長いよ。結構ロープたわむから、あ、これまずいかな？ぶつかる気。ひえそっか、そこか。やばいな。ここにちょっと予算割いたから。またこの辺にタワーを作れればいいんだけど。やべ、これ金足んない匂いがする。金足んない匂いがすんな。ちょっと待てよ。板じゃダメかな。いや、ここに来て板はないか。壊れるか。壊れそう。これ以上タワー積んだら絶対壊れるから、そんなに高さ持たせらんないし。申し訳程度だな。これギリギリ予算ないですね。ギリギリ。でもここに車輪あるだけでも違うんじゃない？ここの木にぶつからないでしょ。さあ来ましたよ。頑張れ、超えろ。ああ、でも大正解。低めにしたからそんなに負荷かかってないんだ。
だから板でもいけるんだね。うわ、素晴らしい。素晴らしい。結構今回少ない試行回数でいけてるよ。あんまりカットしてないと思う。なんか最終的に死んでるやないか。死んどるやないか。はい、次いきますね。果たしてこれは成功かっていうとこだけど。え、2人のライダーにラインを通過させるって書いてんだけど、これ初めてじゃない？メダルも2個取んなきゃいけないんだ。え、あ、2人いる。え、この2人が同時に走り始めるみたいなことでいいのかな。え、あ、1人ずつなんだ。はい、死にますよね。あ、この時点で再試行か。1人が終わったらもう1人が行くみたいな感じ。それ意味あんのか。1人行けるってことはもう1人も行けるってことでしょ。いや、でもこれなんかメダル2つ取らせるの難しそうだな。とりあえず今の感じだと、まあでもちょっと今1回走らせてちょっとヒントにはなったわ。うん、崖がうまい具合に上に沿ってるから、最後普通にこの端っこからちょっと上に角度を上げてやれば、それだけでジャンプするでしょ。このぐらいで十分なんじゃない？この補強も。このジャンプ台1個だけなら。ちょ、1回走ろう。1回走ろうぜ。イエー！気持ちいい！ちょっとなんかもうちょっとで2つ目のメダルも取れちゃいそうだったね。え、どうしよっかな。ちょっと伸ばせば。伸ばすとちょっと心配だな。強度が。いけるか？いけるか？いけるな。いけ。いやー、ダメだー。じゃあ、ここにも三角形をこうやって作って、ちょっとブレるな。なんかうまく。つけたいところにつけらんない。まあ、いいか、ここで。これでどう？これでフルパワーで走らせれば。ちょっと待って、なんかプラプラしてたな。今、プラプラしてたよね。ここついてねえな、ちゃんと。ちょっと待ってな。これでいいか。いけ。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。これも二つ目も取れる。よしよし。君の死は無駄にしないぜ。じゃあこのジャンプでメダル2つ取れちゃうってことは、逆算して、なんかさ、ちょっと待ってな。うまくできねえ。こういう感じにすればいいんじゃない？ここメダル取ってさ、最初のジャンプからこういう軌道で行くわけじゃん。で、そのままこの二つ目のラインにも乗って上に駆け上がる。そういうことをしたいわけだけど、どうかな。あんまり自信はねえな。まずこんな感じでね。とりあえずたくさん三角形を作れば強度が上がります。で、ちょっと、どうしよっかな。これだけじゃさすがに強度足んないから、こっちまで持ってきちゃおう。なんかまだ予算に余裕あるなって思って思いっきり土台組みまくったんだけど。いや、なんかさ、ここでジャンプして、で落下しながらここに着地するから、結構な強度ここは必要そうな気がすんだよね。一回飛ばしてみよう。まだ予算に余裕あるってことはもっといろいろしなきゃいけないってことなのかな。うわあ、でもこいつ死んでない。生きてる、生きてるぞ。すげえ、生存してる。なかなかのタフガイ。ちゃんと殺しとかなきゃダメだ。失敗したらちゃんと死なないと。ここが壊れたのか。え、さらにここに三角形増やす感じで、ちょっとゴリ押しできないかな、これで。なんか今いけそうだったよね。壊れさえしなければ普通にいけたんじゃない？ただまあ空中での姿勢の制御が難しいんだけど。
こういう感じ、ほら、やったー、やるじゃん、絶対死んでる。で、2人目も同じように行けばいいんでしょう。性能変わんない、あ、壊れてる。すごい。死への滑走を始めてたな、もう始まった瞬間にデスロードを通ってたわ。壊れてたのかここ。あ、一人じゃなくて二人っていうとこは、設定はそれがミソなんだな。二人目行くときに壊れてたらもう話にならねえと。でもここまでやってもなおまだ予算にちょっと余裕あるからね。これ今度こそだな。行くぞ。まず一人目。届かない。いや、ちょっと待って。ちょっと途中でスピードを緩めちゃったから、ちゃんとマックスで走らせて、いけろー、ダメー。なんか、いきなり、なんだろうな。いきなりこのジャンプしてきて、ここで着地すると壊れたりするね。ちゃんとこのうまいことを手前に着地して、下り坂に乗っていかないと、なんかダメな感じするわ。だからこれは建築がどうというよりも、俺の操作次第でどうにかなりそうな気もする。でもまだ予算あるから、念のためもう一枚ジャンプ台増やして、これでどうにかならんだろうか。はい、頑張って。いいじゃん！あ、惜しいなー。これ確かに一箇所も壊さずに二人行かせるって、ちょっと難しいのかも。二人いること、意味あるわ。うおちょっと、派手に壊れるから楽しいな、これ。お、行ったんじゃない？あ、行ったんだよね、これ。最後どうやって走行したんだよ。二人目も同じように、頼む！ダメだー！もうちょっとなのに。ちょっと発想を変えよう。アクセル全開でジャンプさせると、もう着地地点がこの辺になっちゃうよね。もうちょっと手前で着地してほしいから、こっちのジャンプ台の角度を少し緩めよう。あ、違うね。まだ300ドル使えんだよな。なんか強引にもっと強化できないかな。こうさ、骨組みをめちゃくちゃ複雑にさせて無理やり強化するっていう、なんかでも難しいな、無理やり強化するのも。力技ってのも難しいもんだな、これも。どうなってっかわかんねえ。頼む、壊れないでくれ。いえ、うわ、今の完璧ぞ。そうだよな、あんまりスピードに乗らなくていいんだ。で、ちょうど手前に着地できれば、いった、うげえ、やりましたよ。あー、疲れた。ぶら下がるバスケット、今度は一人のライダーで、安いな、800ドル未満。なにこれ、浮いてんの。ここから始まって、ここがゴールなわけだけど、だ、この山を越えなきゃいけないんだよね。いや、ちょっと待って、嘘、ここに直接車輪つけろってこと？あ、つけらんねえわ。え？でもこれ組みようがなくない？なんか吊るすってこと？ちょっと他に土台、ないもんな。え、だからってさ、さすがにこれじゃダメでしょ？これは、でもつける場所ここしかないんだもんな。いやー、でもこれでもメダル取れねえぜ。一回動かしてみようか。あ、壊れましたね。
すごい当然なんだけど。ちょっと待って、ちょっと待ってな。何を考えればいいんだ。例えば、強度を上げるには三角形っていつも教わってるわけだけど。いや、どうだこれ、あながち、ありなのか。ちょっと待ってね。少しでも強度を上げるには正三角形に近い方が多分いいと思うんだよ。あ、間違えた。うん、正三角形に近くしてちょっとでも、どうだろう、微妙な歪みはあると思うけど、うん、これならでもこの軌道ならメダル取れるね。え？うわ、ギリギリ。え、でも意外といけてんな。意外といけてるよ。メダル取れんじゃないの？すげえ！これ、え、ちょっと待って。わー、生きてー、くそー。ちょ、もうさ、曲がっちゃいけない方に曲がってるよ、関節。これどうなってんの？怖い。いやー、でも強度は、なんとかなったし、メダルも取れた。ただここから下への傾斜がきつすぎてライダーが落ちちゃうんだ。これ対策のしようがなくない？なんか俺にできることある？と、落ちた瞬間に姿勢制御すればどうにかなるかもしんないのか。いや、でもさ、ん、ええー、ちょっと待って、なんか落ちた瞬間の姿勢もうよくわかんなくない？いや、でも何度もチャレンジしてたらこれは成功するかもしんない。逆に一回転、あ、できねえか。いや、全然うまく姿勢制御できない。ああ、もうちょっとでゴールだったね。死んでるけど。なんか改善の余地あるか。だから今の時点でさ、まあ、800ドル未満でクリアしろって言われてんだけど、今まだ422ドルしか使ってないんだよね。例えば正三角形をこっちにもう一個作って。いやー、違う気がする。こうして、車輪をこっちにつけて、少しでもね、あの、きつい傾斜にならないように。して、あー、壊れる！いや、壊れるよね、やっぱり。それじゃあ、試しに最大の正三角形作ってやろうかな。逆にこれだとやっぱ壊れるかな。ん？木が、あ、これ木倒せんじゃないの。あこの木なぎ倒してほしかったな。これはこれで問題なのか。なんかこの木にちょっと引っかかるぐらいの高さになんないかな。お、お、ん、ん、ん、お、なに、これどうなってる、どうなってる、もしかしていける、これ、え、何が起きてんの、こいつの肉体どうなってんだ。ちょ、うん、前に進め、とりあえず、とりあえず前に進めばなんとか。え、死ぬの、死ぬのかよ。今ちょっといけそうだったろ。何が起きたのか何も分かんなかったけど、今のなんだよ、ちょっと今の再現性ある動きなの。お、うわあ、なんか不思議なことが起き始めてる。これ合ってんのか、このコースの攻略法として。なんかいけるんじゃねえかって気はして。お、あ、なにこれ、やった、やったー、いけましたよね。
い、もう今回はここまで。ここまで。あー、ちょっと難しくなってきた。いや、あれ正しいのかな、あれ正しいやり方なのかどうか知ってる人がいたら教えてください。いない気がするけど。ありがとうございました。また次回お願いします。